日は韓国のダイソーに来てます。ちょっとね、春なんで新しいものいろいろ出ていると思うんで、いろいろ見に行きたいと思います。はい、ぬいぐるみのコーナーです。すごい可愛い、このディズニー系が増えましたね。あ、カンフーパンダだって。こんな感じで、あ、すごい、なんだろう、ビーバーかな、デッパの可愛いやつがこんな人形あります。他にもこの辺は抱き枕系が下にザッとあるのと、ふわふわの人形もいろいろありますね。こっちは桜のグッズのコーナーです。すごい可愛い、こんなの、こんなのとかインテリア系とかコップもいっぱいありますね。あ、食器、わ、足のマットとか可愛い。この飛行機のね、首のとこにあるやつ。でポーチも可愛いですね。でずらっとこんな感じであって、あ、こっちはイチゴだ。イチゴ結構可愛い。待って待って、これコップ可愛い。待って、これ動画用に1個買おうかな。あ、白もあるんだ。あ、こっちも可愛い、こんなの。あ、これなんだろう、なんだろう蜂蜜か何か入れるやつかな。お皿もこんな風にカップが可愛いのいっぱいあります。あー、こっちもイチゴグッズがいっぱい。あ、こっちは猫ですね。こういう猫さんのプレートとかコップ。こっちはね、シロクマさんのグッズです。ここ外国のお菓子系のコーナーなんですけど、これアイスクリーム型のマシュマロ、すごい可愛い。こっちはイチゴですね。で、いろいろ入ったやつとかもあるし、この辺ペンのコーナー、なんかこれドーナツ型のペン、すごい可愛い。あ、レモンついたのもいる。これなんだ、すごいリアル。うわ、顔動いてる、ブルドッグだ。あ、こっちキャンディーか。キャンディーのペンがあります。結構色カラフルにいろいろあったり。こっちはマカロンですね、かわいい。あ、これなんか韓国ではよく売ってるね、ちっちゃい版のカプリコみたいなやつ。これ私結構好きなんですよね。上にマーブルとかも載ってるんですよ。ここはポーチとか売ってるコーナーです。なんかこれすごいかわいい、これなんかパールとリボンがついたレース生地のポーチ。黄色もある、あ、緑も。こっちの動物系のポーチも可愛いですね。あ、下にリラックマいます。はい、缶詰とかレトルト食品コーナー、こんな感じでいろんなね、ツナ缶が、ツナ缶にもいろいろ味が。これとかキムチチゲのツナですねあれ、これなんだろう、見たことない。ソイガーリック、ニンニクか。え、これ何面白い、ビビンパを作るのかな。うわ、なんかお米入ってるっぽい。熱いお湯、こん中袋に直接入れて、なんかいろいろ調味料入れて待ったらできるんですね。ビビンバサバイバル用食品か。この食器結構かわいいですね。っていうかね、ここにこのね、2段のやつ、なんかアフタヌーンティーみたいに食べれるやつがあるんですよ。2段のお皿になってるやつ、家で1人アフタヌーンティーできますね。しかもお値段5,000ウォン、約500円。アフタヌーンティーのやつだったら結構安い方かな。ここピクニック用みたいなの売ってますね。お皿もこんな風に可愛らしいですね。これとか形がすごいな、おしゃれだ。